恋さんだ、恋さん、恋さんでも良くなったね。まあ、関西も恐怖心がないから全然スキーもみんな踏んでくるし、本当だ、いい感じだね、スキー踏んでるじゃないですか、はい、でもあれでやっぱ耐えてくるんですよね、うん、踏んでるから気合入ってますよ。いや、いいじゃないですか。あれで、これさ、あんまりこうやって抜かないで、そのままねじ込んでいっちゃうんですよ。ここからこっち持っていっちゃっていいです、はい。こうやっちゃうと、その間にポールが近づいちゃうんで。でも今良かったです。踏んでるから、全然足場が全然違います。いや、そのワンピー懐かしいっていうか、すっごい。木村さんの時代じゃないですか。木村君の時代。で、20年前だった。君のよりも後だった。後か。君のさんは本当会ってないね、最近。とうとう会わなくなし。北海道ずっといるから。なんか儲けてるわ。え？儲けてる。いや、ほら、向こうのスクールだから。儲かってるわ。お父さん良くなってる。うん、壊れないように、あ、どうしたあいつ、どうですか、なんかちょっとしたタイミングがいいタイミングですり抜けてきた。ちょっと上から入れたような。